二輪車事故ゼロ PR キャンペーンを目的としたバイクで合コンお届けしてます。さあ今日は FM 読みたん、そしてバイクショップアウトバーン主催のバイクで合コンを開催しております。さあ本日の第2ポイントでございます、A&W 名護店、 A&W 名護店にお邪魔してます。でライダーの皆様はその A&W 名護店で、朝食をとって、今ね、バイクとはまた違う交流を深めているという形で、店内の方でくつろいでおります。さあそんな店内にもう一人の、今日レポーター比嘉美内さんがいますので、美内さんに、はい、早速マイクをチェンジしたいと思います。それでは店内にいる美内さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。はい、比嘉美内でございます。いつの間にか始まっていましたね。はい、今ね、先ほどマサヤさんが言いましたけど、A&W 名護店の方にいます。はい、そしてですね、まだお隣の方にはね、サーティワンアイスクリームもあるということで、今アイスクリーム食べてました。ついてませんか、大丈夫ですかね皆さん、大丈夫ね。はい、ありがとうございます。さあ先ほどですね、読谷を約10時にスタートいたしまして、今もう12時ちょっと過ぎてるんですけども、2時間、はい、バイクで移動してきました。先ほど比嘉美内の方もですね、初めてバイクの方に乗させていただいて、とっても楽しかったですよ。なんか女性陣の気持ちがですね、よく分かったような気がします。はい、降りたくないなっていう気持ちがね。はい、でじゃあ今日ですね、ちょっと今お昼時間ということなんですけども、今ちょうどね、本当皆さん和気あいあいとお話をしているんですけれども、はい、ちょっとお話を聞いてみたいなと思いますけど、その後ろの方から行きましょうかね。はい、みんなね一生懸命お話をしてるんですけども、はい、こんにちは。こんにちは。タッキーさん。そうです。タッキーさんどうでしたか、今2時間ほど経ちましたけど。いやちょっとどうしていいかわからないっていうのは状況ですね。バイク後ろに女性乗せましたか。はい、乗せました。どんな感じでしたか。なんかめっちゃ、なんか言葉表しきれないほどのドキドキ感とプラスなんかワクワクっていうのが半分半分で、なんかいい経験だなと思います。やっぱりいつもよりやっぱりあの運転の仕方って変わりますか。もう360度変わりますね。もう安全安全。ああ、まだ。あ、180、あ、360じゃないですね。違うよ。戻ってきちゃいました。じゃあ俺も。タッキー最高ね。ありがとうございます。ありがとうございます。その調子で行こうよ。わかりました。最後まで。あ、よろしくお願いします。残り5分。政治にも行きましょうよ。愛ちゃん。はい、愛ちゃんどう、今回今日参加して今2時間経ったんだけど、バイクの乗り心地は最高です。最高ね、私も最高だった ね, ね、やっぱりそれぞれ違う人だったと思うんですけども、どんな感じでした。なんだろう、それぞれの運転があって、なんか大事に運転してもらってるなっていうので、ちょっと安心しながら景色も見れて最高でした。なるほどね。ちょっとこの人と喋りたいなっていう方、喋れてますか。あ、みんなと喋っていきたいと思います。まだまだだからね。はい、じゃあ頑張ってくださいよ。はい、頑張ります。ありがとうございます。じゃあまだまだ行きましょう。せっかくならでお声を聞いていいですか。はい、素敵な、ジャンパーも着てますけども、はい、あの千原さんと一緒に出ようね。こんにちは。エロハラさん、はい、よろしくお願いします。よろしく。エロハラさん、なんか最年長って聞いたんですけど。はい、5歳です。56です。いいね、こんだけ最高ね。榎原さん、はい、どうですか、今2時間経ったんですけども。もうなんか変な汗いっぱい かいてます ね, ね、変に濡れちゃいました。変に濡れちゃってるんだ。榎原さん、やっぱりあのバイクで女性を乗せるってどうですか。興奮と緊張ですね。それぞれ違う方々をね乗せたと思うんですけども、バイクは特快引っかえできないんで、いいですね、たまには特快引っかえ。なるほどね、バイクは特快引っかえできないけど、女性は特快引っかえだからね、今日はね、やりたい放題ですね。最高。まだまだですね、また特快引っかえたくさんありますので、いろんな人たちとね交流してくださいね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、まだまだ行きますよ、行こう行こう行こう、せっかくなのでね。はい、
女性陣が聞いてもいいですか。アウトだったらアウト言ってくださいね。あ、ダメです。あ、じゃあ男性行きましょう、男性行きましょう。あ、こっち、あ、もう譲り合いだけどこっち行こうかね。はい、こんにちは。あ、こんにちは。お名前は。あ、ゆうやさん。はい、ゆうやさんどうですか、このバイクで合コン。そうですね、ちょっと張り切りすぎて、あのジャケットのチョイスをミスって何のミス。ジャケットをちょっと見た目で選んだから熱くてしゃあないですなるほど、ジャケットをミスったんだもう、ゆうやさん最高ありがとうございますちょっと熱すぎた。熱すぎましたねちょっと茹で上がってるので。茹で上がってる冬仕様だったかもね、はい、そうですねじゃあ、バイクの後ろに女性陣を乗せてると思うんですけども、どうでしたか。そうですね、やっぱ男の人乗せてるよりはもう気使うので男の人だったらもある程度適当でいいやでいいけど、女の人はそうはいかないので、ちょっと丁寧に。あ、そうなんだ。やっぱブレーキのかかったと全然違ってくるんですか。そうですね、もう慎重にやってます、ね、はい、誰かまだちょっと目星い人いらっしゃいますか。そうですね、今ちょっとよりどりみどりで迷ってるところで確かにね、今回の女性陣の皆さん結構おしゃべりも多いですから ね、はい、もう楽しいですね、はい、ぜひ家さん頑張ってくださいよ。まだまだ長いですからね、はい、よろしくお願いいたします。はい、続いていきましょう。いいですか、もうさっきちょっと聞いたけどね、はい、はい、じゃああちらのカメラちょっといいですかね。ともえちゃん。ともえです。はい、ともえさんどうですか。あ、もういろんなバイクに乗れて楽しいです、うん、ね。先ほどちょっと私とですね、バイク隣同士だったからね。あ、うん、何かお話できました。お話、もうバイクの話ばっかりですね。やっぱしさんはバイク持ってたって乗ってたりしてるんですか。自分も乗ってます。好きですね、楽しいです、やっぱり。後ろに乗るのと自分で運転するのってどうですか。やっぱ楽ですね。後ろに乗るの、うん、もうお任せなのでなるほどね、はい、じゃあまだまだですね、今からまだもっと長いですけども、いろんなバイクにも乗れていろんな方々とお話できると思いますけど、今後期待するものは。期待、いや、景色と乗り心地を。あ、おしゃべりも、はい、はい、何かまたね、いいきっかけになればね、はい、またつながりができれば、うん、いいなって思います、はい、楽しんでくださいね。はい、ともちゃんありがとうございます。はい、さあね、本当に、ね、皆さんにですね、ちょっとお話を聞きたいんですけれどもね、また後ほどいろんな中継地点がたくさんありますので、その際に皆さんにお届けしたいと思いますけれども、さあ最後にですね、ひがみゆきのですね、パートナーだった方ちょっとご紹介しましょう。はい、30代のまさやさん、ちょっと来てください。はい、30代のまさやさん、はい、先ほどありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、美味しく食べましたか。お腹いっぱいです。あの、はい、残り物も今美味しく召し上がってます。先ほどありがとうございました。はい、乗り心地は最高でしたよ。僕が上手だからですかねそう、松山さんがとっても上手だったからです。じゃあまた今後ね、いろんな女性の皆さんを多分乗せると思いますけど、またどういったあのお話などをしてみたいなと思いますか。どうしようか。まず乗り方から教えて、はい、そうです、優しくですね、ゆっくり仲良くなっていければいいなと思います。はい、また長いですので、はい、楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます。はい、ね、ありがとうございます。上手ね、もう今日引っ張りだこだったかもしれないね。うちにもあの40代のマサヤがいるんですけどもね、こちら若いマサヤでございますのでね、また、次の地点でもお話などもお伺いしていきたいと思いますので、どうぞ皆様お楽しみください。以上ですね、第2ポイントでございましたね。こちら、名護店の A&W からですね、バイクで合コン、今皆さんお昼休みお話をお伺いいたしました。